こんにちは。こんばんは。こんばんはです。お、ちょっとお待たせしてしまいすみません。初めてのインスタライブなんですけど、ちょっと何しようかなって思って、なんとですね。餃子を包みたいと思います。餃子を包みます。なんかそれでバタバタしてたんですけど、今日は餃子が食べたいなってすごい思ってて、こうやっていっぱいやるんですけど、餃子食べたいなと思って買い物行って、そしたらなんか皮買ってくの忘れたって思って、ちょっとバタバタとしてました。これってコメントはこの横向きにしか出ないもんですか？そうなのかな。ちょっとじゃあ餃子作りながら、ツイッターでハッシュタグでインスタライブ、ゆいはんインスタライブってやってくださってるところのをお答えしていきたいなと思います。はい、このなんか固定みたいなのにするのって、あ、縦にすればいいのか。私が横になっちゃってるってこと。こうですね。どうしたらいい？こうか。こうだ。これで大丈夫ですかね？あ、なった。なんか横かなと思っても勘違いしてましたね。はい、じゃあ餃子包んでいきたいと思います。こんばんは。ちょっとなんかコメント読みつつ餃子包もうかな。そう、餃子好きなんですよね、すごく。なんか餃子を作ると作りすぎちゃうんですけど、なんかそれをね、冷凍しとけばいいってことに気がついてからは、結構その作置きじゃないですけど、それやったりしてますね。はい、じゃあちょっといっぱいコメントありがとうございます。あれ、インスタライブ、ゆいはんインスタライブのやつ答えていきたいと思います。まさかの餃子配信。そう、告知はねしてなかったので、インスタライブやりますだけやったので、インスタライブをのここに固定コメント固定するみたいなのをやってみたいんですけど、それ餃子作りと皆さんからのお題をお絵描きするっていうのと、あとはなんかその最初事前に聞いたやつでメイクっていうの気になるっていうの多かったので、そのメイクも今は肌と、眉毛と、アイラインをちょっと引いてるぐらいなので、ちょっとメイクも後でしていきたいなと思うんですけど、ちょそれを書いていただけたりしますかね。難しい、固定したいんですよね、それ、ああそうそうそう。でこのコメントも読み、これを固定するっていうのできるのか。じゃあ、餃子作りながら質問に答えながらお絵描きしますってするメイク配信ですっての書いていただけますか。
そう、餃子。このハートがいっぱい飛んでて嬉しいですね。多分ね、これ皮を結構買ってきたんですよ。60個ぐらいだから、それくらい作って、焼くのはちょっとこの配信ではやらないんですけど、それをやりますね。あ、そう、これ固定します。餃子&追いかけメイク配信。あの、追いかけメイクって言ったらなんか自分が追いかけするメイクを追いかけみたいにするみたいな感じになりますけど、追いかけメイク配信。あ、固定できてます？これどうやろう。あ、これもいいな。これ餃子配信の、あ、これにします。そう、なんかでも餃子包みながらやとあのコメント見れないかな。ちょっと待って、頑張りますね。よくメンバーと餃子食べたりするの？そう、するんですよ。あの、西川れいちゃんと加藤れなちゃんと、田口真中ちゃんと一緒にそれこそ餃子作って餃子パーティーしたんですけど、その時は具は私がこう作って、れいちゃんがひたすら包んでくれて、でなんかれなっちと真中はあれやったんですよ、遅れてくるから2人で作ってたんですけど、その時に私その時もなんかね、材料を買い忘れたというか、まあなんか少なかったからもう一回追加しに行こうって言って出かけたんですけど、れいちゃんがこの、まあ、私の家に一人にしたわけなのでドッキリなんじゃないかって思ったらしくて、だから自分が出てる雑誌を見て熱心な子だと思われるようにしましたとか言ってた。そう、餃子はね、結構地元にいる時、実家にいる時に餃子の日は私が作るみたいな感じで餃子をよく包んでたので包むの早いです。でもね、なんか餃子の包み方ってなんかほんと人それぞれですよね。レイちゃんはこの片方の皮を引っ張ってやるみたいなんですけど、私はねこう両方やっちゃう、結構ズボラズボラタイプです。あ、ミキリンさん今 NHK で歌ってたって。そう、さっきまで LINE しててね、ちょっとじゃあツイッターに載せてくれてるやつ答えながらやりますね。結構さかのぼろう。最近ハマってること、最近ハマってることは結構あるんですけど、まずなんかそのね、最近は結構自炊にハマってるかもしれないですね。自炊って言ってもみたいなとこあるんですけど、自炊って言っても、まあ、この今日みたいな餃子か、あとは鍋なんですけど自炊って言うんかなみたいな。でもなんかキムチ鍋が結構好きで、キムチ鍋をよく作ります。ポイントはちくわの中にこうチーズを入れるんですよ。それが結構ポイントですね。ちくわが大好きなので、ちくわをよく食べたいなと思うんですけど、やっぱそれがね美味しいですよ、チーズを入れるのが。あ、全然自炊ですよと優しいそう、鍋とかりのちゃんかって、さしこもそうなの？鍋作るんですかよく。鍋は誰でもできるわ。まあまあそうなんですよねちょっとそう、ちょっとね髪がボサボサ、すいません。でも髪触るのも嫌ですよね、この餃子作ってるのに。
と最近ハマってることは、もともと飲み物が大好きで、お茶とかお水とかよく飲むんですけど、最近はマイボトルを買って、あれです、ルイボスティーをね持ち歩いてます。あったかいやつ。そう、なんかそれはお姉ちゃんがいいよって言ったから持ち歩いてるんですけど、なんかあったかいまま持ち歩けるんですね。あの水筒で、水筒というかボトルで。だからなんか朝入れて、まあ、そのティーバッグ入れたままにして、でこう持っていくんですけど、体温まるからなんか良さそうですよね。しかもそのなんやろ、いろんなねフレーバーがあって、おすすめはなんかピーチのやつなんですけど、そうルイボスティー好きですね。ルイボスティーおしゃれ、確かにおしゃれですよね。でもなんかダースも持ち歩いてるっていうのをなんか結構前にゆいゆいが言ってたんですよね。なんか須田さんがルイボスティーがすごいいいって言ってますみたいな、いいんですかねみたいな言ってて、私もその時は持ち歩いてなかったので、今ならゆいゆいにおすすめします。じゃああとは、あ、YouTube の話。あ、これそうなんですよね。YouTube は、こう、皆さんと一緒にスタートするっていうのを、スタートというか、やらせてもらうっていうのを発表させてもらったんですけど、本当にね、今週かな？打ち合わせをもう一回して、で、そしたら、徐々に動画出せるんじゃないかなと思います。はい、なんか皆さんがどういうの予想してくださってるかちょっとわかんないんですけど、なんかね、そうだな、ま、お楽しみにしててください。そう、あ、料理コーナーしてって。本当ですか？今日こんなんでいいのかな。YouTube 見ますってありがとうございます。そう、 YouTube めちゃくちゃ楽しみにしてて、でなんかその本当にね、自分一人じゃなかなかできないので、こういろいろ相談乗ってもらいながら打ち合わせとかもたくさんしたりしてるんですけど、そう、でもパソコンをね買って、いずれ自分でこう全部できるようになれるようにしたいですねっていうのを、こうそのスタッフさん方も言ってくださってるので、サポートしていただきながら自分でもたくさん勉強したいなって思ってますので、なんかその難しそうですけど、よかったら教えてください。うん、あ、必ず YouTube 見ます。あ、花粉症はですね、私これいつもなんか認めてないって言われるんですけど、あのね、今年は本当にないです。そう、なんか花粉症って絶対あります、毎年。なんかその一回かかったらあるのかな。でもなんか私はね、ある年とない年があって、だから固くなに花粉症って認めない言われるんですけど、でも本当にないんですよ今年は。そうだからね、固くなにないと意地を張ってるだけではなく、ないですみたいな、花粉症じゃないです。あ、僕も花粉症認めてないですって。一緒や。なんか毎年絶対に目かゆいとか、やったらこう、まあ、私も
しようかなって、花粉しようかなって思うんですけど、ちょっとねまだ違うかな、杉じゃないのかもね。ああ確かにそうかもですね。なんかでもね、なんやろう、多分ねブタクサの花粉なんじゃないかなって思ってます。みんなハートをいっぱい送ってくれるんですね。あ、餃子はこんな感じです。今ほらこんなんです。いっぱい結構ね、どれくらいやろ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 30個ぐらい今んとこ包みました。どうなんやろ、これペース早いのかな、どうなんでしょうね。餃子顔、餃子ウーマン。あー、豚草の方多いんですかね。餃子の具は企業秘密ですか、と全然そんなことないです。これはもうなんか実家で、母が作ってた餃子のそのまんまなんですけど、本当にシンプルで、ひき肉と白菜とニラです。早いと思う。ホットプレートに置いてますね。でそのなんだ、ひき肉と白菜とニラとで塩コショウして、あとはニラに、ニラニンニクじゃない、ニンニクと生姜入れるってぐらいですね。で食べるときは、ポン酢で食べるので、だからそんなになんか本当に味も濃すぎなくていいですし、そう、もしよかったらやってみてください。野菜たっぷりなのかな。まあその3分の2野菜ってことですかね。まあそういえば野菜たっぷりかも。あとはね、じゃあ質問に、ツイッターの質問に行きましょう。そう、メイク配信してくださいっていうのが結構たくさんあるので、メイク配信は後ほどしたいと思います。わしのハートも包んで、面白い。ねえ、餃子の皮で包みましょう。みーちゃん、総監督辞めたの？そうです、総監督は今ミーヨンです。そう、化粧品のメーカー教えてくださいは、ちょっと後で待っててください。ね、餃子を包んで、ちょっと髪の毛が、あとじゃあツイッターの方に戻ると、一番好きな衣装が知りたい。あー、これ難しいな。一番好きな衣装、一番で難しいですね。なんやろう、あ、でももう私は本当に作ってくださる衣装が大好きで、こうどんどんね更新されていくんですよ。あ、これ好き、これ好きって。でまさにまだ解禁になってないんですけど、新曲の出演ありがとうの衣装も大好きなんですね。でもまだ解禁されてないから、どんなんか分かんないので、ちょっとそれを一番好きって言うとちょっとまだ意地悪と思うので、だから一番好きなやつは、今じゃあ皆さんが目にしてる中で一番好きなやつで言うと、去年の年末の紅白歌合戦の衣装好きですね。チェックの、どうですか、ご存知ですかね。ご存知ですか。
紅白の衣装。ああジャケシャの緑のやつも似合ってたって。ああありがとうございます。そう衣装結構ね緑なことが多いんですよね。あジャケシャ可愛すぎたよってありがとうございます。ジャケシャねあれはなんやろ雨がモチーフになっててなんか失恋やからなんか失恋した後で失恋ありがとうやからこう雨上がりみたいな感じらしいですねイメージとしては。ニーハン本当にチェック柄が似合うなと思ってるってありがとうございます。チェックね本当大好きなんですよね。だから AKB はチェックの衣装多いから嬉しいですあーそうカサーサしてるんジャケッチャね。失恋ありがとうどうですか。私めちゃくちゃ好きなんですよね曲。まあうん紅白衣装は帽子お似合いですねって。うんそう帽子もね昔からたくさんかぶせてもらって。こんばんは。あとは何やろう。あじゃあちょっとね、ああ4月から新社会人になり一人暮らしするので一人暮らしして大変だったこと聞きたいです。ああ、うーん私は16のもう最後17になった時に上京してきて一人暮らしし始めたんですけど、その時はなんか地方組の先輩たちとよく毎晩こうなんだろうな話したり練習したりとかしてたので、なんかその寂しいとかいう面ではなんか大丈夫だったんですけど、本当にあれですね、家事がやっぱ大変かもしれないですね。なんかそのつかめてきたら大丈夫やし、今とか私も洗濯も掃除もご飯作るのも大好きなんですけど、その時は本当に何やろ掃除するタイミングとかなかなか全然分からへんくて、一回本当にこれねもう許してもらいたいなと思うんですけど、なんか母がこう来てくれてなんかそのなんだろうなカレーとか作ってってくれて、でもそれをねなかなかねうまく食べれないかもと思ったんですけど、その時はあのナンをね作って食べたりとかして、だからなんだろう絶対にご飯で食べないととか思わない方がいいかもしれないですね。こんなんでアドバイスになるのかなちょっとなんか時間が結構経ってこんな感じで大丈夫ですかね。うーん あとはじゃあユニットライブの話。そうこの間ユニットライブっていうのがあって、渋谷ストリームホールってとこであったんですけど、それねすごい楽しかったです。あの歌歌唱力ユニットみたいな形になってて、だから歌が好きな子とかが集まってたんですけど、みんなでねアカペラ練習して、なんかあんまりそんなにめちゃくちゃこうみんなで合わせられる時間がめちゃくちゃあったわけじゃないからちょっと大変な部分もあったんですけど、なんかスタジオであのみんなで練習したりとかして、それすごいね楽しかったですねあとはなんか可愛いの後輩たちがすごく、
ね、ユニットライブ行きたかったって、ありがとうございます、すごい良かった。でもね、なんかね、悔しいところも結構あって、だからそれね、もう一回リベンジっていうかしたいですけどね。あ、当たんなかった。ああ、そう、タイムマシンなんていらない、そう、前田さんの曲、ソロ曲を歌わせていただきました。すごいね。そう、好きな曲なんですよ、タイムマシンなんていらないわ。うん、ああ、お代理との不器用対応、なんかお代理になんでこの曲選んだかっていうので、なんか不器用だからって言って暴れてると。でも餃子は作るの上手やから、これは器用ですよ多分。餃子何個作るんですかって、結構皮買ってきたんですよね。作れるだけ作りたいんですけど、もうちょっとで時間で切っちゃおう。何やろ、あ、じゃあこの質問のコーナーのやつで、最近ハマってるファッションブランドはどこですかってことなので、今日もこれね、着てるトップス着てるんですけど、これはスタイルミキサーです。通販なんですけど、すごいね、可愛くてシンプルやけど、こうなんやろ、形がうん、ちょっとなんか変わってたりとか、おしゃれやったりとかして、すごく好きなブランドで、しかもね、届くのがめちゃくちゃ早いみたいな。注文したらもう 2日かかんないかもぐらいの、2日ぐらいで来ますね。あとは6月の舞台とても楽しみです。今後映画やドラマ舞台などやってみたい役ありますか。そう、6月にあの熱海五郎一座っていう舞台出させていただくので、新橋演舞場でよかったら待ってます。今後やってみたい役、なんかもういろんな役に挑戦してみたいんですけど、なんか中でも刑事とか、刑事さんとかやってみたいですね、警察みたいなとか。あとなんか昔にね、秋元才加さんがなんかその何やろ、医療みたいなやつ絶対似合うよみたいな言ってくださったことがあったので、それもこう やってみたいなみたいなのありますね。あとはあ、久しぶりに会えた三門どうでしたって。三門っていうのは宮沢さえちゃんと北原理恵ちゃんと私の3人なんですけど、まあもう2人とも卒業してるのでなかなか会う機会がなかったりしたんですけど、宮沢さえちゃん の, あのウエストサイドストーリーを見に行った時に久しぶりに会って、そう。そしたらなんかね、すごくてね、さえちゃんがすごいあのセクシーな役だったんですけど、だからこういう風に歩いてましたねみたいな言ったら、もうすごくなんかバカにしてると怒られちゃいました。バカにしてないのに。すごいね、かっこよかったんですよ本当に。歌もすっごい上手くて、ダンスも
もうねパワフルで、うん、うんうんうん、あとはうん好きな劇場公演もしくは出たい公演、ああそうですね、好きな劇場公演でもこう今やってる演目のチーム A だと目撃者公演なんですけど、目撃者公演めちゃくちゃ好きです。そうなんですよね、だから目撃者公演好きやし、出たい公演か、あ一回やってみたいのが最終ベルが鳴る公演やってみたいです。なんか最終ベルが鳴るのっていう曲大好きなんですよね。そう AKB の公演なんですけど、そうやったことないのでちょっとやってみたいです。あちょっとじゃあ餃子結構作ったので手洗っています。すいません。ただいま。すみませんちょっとしばらくいなくて、なんか皆さんとどうやったらこうコミュニケーション取れるかなと思って質問とかやってもらってたんですけど、今からお題くださったらお絵描きしたいなと思います。私京都彩り日記っていう番組をやらせていただいてて、関西テレビで、その番組の中でその時行った場所とか、見たものとかをこう絵に描くっていうのをやってるんですよ。だからちょっと絵を描きたいなと思って、何かお題ください。何でも大丈夫です。うん。おお、ドラえもん？ドラえもんはね描けますよ私。そう、なんかドラえもんとかってこう授業中にね書いたりとかしてませんでした？じゃん、ドラえもん。どうでしょう。何やろ、あと、あ、いい？グッド？グッド、ありがとうございます。どうしよう、あとはなにかな、お絵かきのお題を募集してます。あ、書くの早いですか？じゃあ自分の似顔絵ですね、描くとすると、
こんな感じですかね。どうです違う、似てる、うん、おーって、うん、よいしょ。なんか最近、あ、この話の流れですの違うかもですけど、最近こう美術館とか、なんやろう、こう博物館とか展覧会みたいなのすごい好きで、あのこのね、これこのお花、このお花は奥山さん、写真家の奥山さんのこう展覧会に行った時、パルコで、渋谷のパルコだったんですけど、その時に1個買ったこうドライフラワーなんですよすごい可愛いですよね。そうでね、こっちはねこっちはの彩り日記のスタッフさんがのくださったんですよ。そう、可愛い、なんかお花ね大好きで、自分でこう花瓶に刺したりすることもあるんですけど、ちょっとこれとこれは何やろ、ずっとこう飾ってられるから、それはまた好きですね。うん、自分の顔どこが特徴だと感じてるんですか。うーん、これこれですね。ちょっとわかるかな、なんかにゃんちゅうせん、うん、が特徴かなと思ってます。うん、じゃあなんかお題ありますか。あ、おひなさまか、ちょっと難しいですね。おひなさまはちょっと難しい、難しいです。ん？どうしよう。人はね、結構難しいかもしれないですね。なんか例えば、何やろう。例えば、なんか人じゃないものがいいかもしれない。彩りの顔の近くにあったおにぎり屋さんのおにぎり、おにぎりでいいんですかそれ、本当に。はい、おにぎりです。こんなんでいいですか。スヌーピー、あ、スヌーピーもね得意ですよ。スヌーピー、あとは私スヌーピーやと得意なのが、特に得意なのがあって、これウッドストック、もう本当に昔から超得意です。めちゃくちゃ得意、スヌーピーよりなんか得意かもしれないです、このウッドストック。これはね、なんでこうなってるかって言ったら、この飛んでるんですよ、ウッドストック鳥さんやから。この飛んでるところのこう足のバタバタとか羽のバタつきがすごいね得意です。うん、昔からね結構一番得意かもしれないと思ってたんですけど、あ、似てる、やっぱり、ありがとうございます。そうなんですよ、おー確かに、そうだ、そう、黄色いウッドストックは結構得意。うん、なんやろ、あと、じゃあちょっとあれなので、そろそろメイクを配信しようかなと思います。これちょっとねセッティングしますね。ここに鏡あるので、ここを見ながらやりますけど大丈夫ですか。あ、いっぱい持って、今日は、今日はちょっと配信するってことだったので、肌と眉毛はもうやってるんですけど、
まあ、その時にいつも使ってるやつ、その肌をやる前に使ってるのはこのクレードポーのこうルセラム、ん見えますか、これクレードポーのルセラムは私なんか一時めちゃくちゃ肌が、調子良くなくて、そしたらその時にお姉ちゃんがなんかそれいいよって言ってくれたので、ねちょっとめちゃくちゃあれなんですけど、このめちゃ使ってるそうクレードポーのやつをこう LINE で使ってみてるんですけど、そしたらねやっぱりねめちゃくちゃいいです、肌が光るって感じでおすすめです。うん、で、あ、俺も僕も使ってるっていう、あ、おお、すごい。ちょっとじゃあね、私あんまメイクの配信とかしたことないから難しいんですけど、最近の普通の普段のメイクやってみると、このねクリオのやつなんかクリオのシャドウ、こういうやつで一番減ってるんですけど、ここがここのとね白目と薄いピンクみたいなところをこのフーミーのブラシ使って結構こう広めに、これ下地やから、なんか下地のつもりでやってるから結構広めにやってますね。でそしたらその後はこう、もたもやこのさっきのはこれなんですけど、今はこれ、このちっちゃい細いやつで、何やろいいのかな、これこの色、この色をちょっとね二重幅にね塗るんですよ。二重幅に塗って、で最近はね最近の自分的なブームはこっち側をちょっと濃くするみたいな、だからなんかこれ塗った後にこれ、あ違う、これはこれ塗った後にこれをちょっとなんかねこっち側に塗るんですよ、目尻側に塗って、でそしたらこうちょっとなんていうの、こっちの方がねここよりこっちの方が濃くなるから、それをこれでもう一回薄めの方白とピンクでぼかして、ってなったらこのスックのおお、これね、これ綺麗なんですけど、これのねピンクのラメはほんと綺麗で、なんかそれをねこう結構ブラシで塗るみたいな、塗ったら結構ね分かるかな、キラキラになるんですよ。そのキラキラにして、そしたらクリオの一番濃い色をまたもや目尻にのせる。そしたらこっちはやっててこっちやってないとこっちの方がこうちょっと濃く見えませんか、だからそれをねやって、うん、でまたぼかしときます。一応あ、品番教えてほしい。そう、品番は、クリオのやつはクリオプロアイパレットの1番シンプリーピンクですね、これ。でスックはデザイニングカラーアイズの125番、これもまだあんのかな、
って感じなんですけど、それやって、でこのタイミングでオンにして、でこうまつげをね上げすぎないぐらい上げますなんかこれくらい、上げて、で本当にねこれはパッこれが消えちゃうぐらいおすすめなんですけど、もうこれも剥がれてきちゃってもう汚いくなっちゃってるんですけど、キャンメイクのクイックラッシュカーラーってやつ、本当にめちゃくちゃいいです。これはなんかねまたかよって思うかもですけど、これもお姉ちゃんに教えてもらって、それをねメイクさんにねこれいいんですよって言ったら、なんとメイクさんが逆に私に聞いて買ってくれた、買ったみたいな感じになったぐらい、そういいんですよね。あとはこのファシオのボリュームマスカラはもうね、この間インスタライブ見ててなんか勉強になったやつがあって、そのね塗り方もう待って、まつげの根元に塗ってさみたいな、根元に塗るけどさってやるみたいな、みたいなのをやって、でまつげちょっと俺はあのホットビューラーで上げて、なんかまつげ上がったらちょっとなんかライン足りないとこ気になるみたいなのあるので、そこをちょっと埋めます。どうですか、ちょっと目がしっかりしたかも。これ D アップっていうのブラウンブラックです。でそうちょっと目がしっかりしたと思うんですけど、そしたらなんかちょっとここ照明がね暗いか分かりづらかった、申し訳ないんですけど、そしたらこのねリンメルのロイヤルヴィンテージアイズ016番の右下これで、私はねはっきりさせたい時は下まつげがゼロなので、こう下にねラインをシャドウでラインを引きます、シャドウを引きます、そう。これはねやってもやらなくてもいいんですけど、昔は絶対自分の中でこれやらないともう気が済まないって感じだったんですけど、今はやる日やらない日っていうのを作ってたり、ラインも引く日引かない日っていうのを作ってるんですけど、昔は絶対これマストやし、なんか総選挙の時、選抜総選挙の時とかも絶対メイクさんにメイクしてもらって、つけまつげ絶対目尻につけてもらうみたいなね、やっぱこだわりっていうのはねありますよね。でも今はもうなくなってきて、でさっきのスックのやつでまたキラキラのラメのやつをこう下にねのせるんですよ。そしたら涙袋ができたかなと思います。どうしようかな、なんか私は結構ニキビ跡とかが最近気になるので、それはこの MIMC のコンシーラーで隠しますね。
ことかね、ここ。うん。ポンポンとして隠れるので。と小鼻のとことかね。隠して、あと謎のね、私なんかメガネしてないのに普段メガネみたいなね跡がついてるんですよ、いつも。なんでってそれとかも結構こうやってポンポンと気になったら隠しちゃったりとかします。うん。でってなったらあとはどうしようかな、チーク入れますよね。チークはこのビセのやつ、もう結構減ってるんですけど、こうやって結構ね減ってるんですけど、このビセは PK9 ってやつかな、をポン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 ってして、チーク、なんか私もともとこうなんかね結構顔がほてりやすいので、チークは基本的に絶対入れたくないって感じだったんですけど、こういうなんか練りチークとかやったら結構入れても自然になるから、これはやったりとかします。でも入れすぎるともう本当になんかあれみたいな、おなんかなんていうの、おかめさんみたいになっちゃうので、それはね気をつけますけど、あとは何やろう、あリップ、リップはこういっぱいあるんですけど、そうそうそう、これね、これちょっとつけてみた、あのサンローランのこのリップね3本買ったんですけど、これは9番10番15番なんですけど、これはどうしよっかな、結構このね10番が好きで、これねどういう色か、ちょっとあんま消えてないから、ちょっとこれ今これこれ、あ結構色どうですか、私は結構好きですね。でこれの後にこれを初めて使います、これ塗ってみようかなみたいな15番ちょっと塗ってみます。うん、綺麗かもしれない。これいいな。でなんか私はねこれも好きなんですよ、すごい。あ、最近のブームは、うん、ない。あれ？あ、ありました。これディオールのオイルを塗って。これすごいプルプルになるからおすすめです、ディオールのリップ。こんな感じですかね、めちゃくちゃザクッとですけど、うん、なんか聞きたいこととかありますいいかなあーこれはねでもめちゃくちゃいいですよ、ディオールのリップオイル。これは実はタイで買ったんですよ、タイで、タイのデパートみたいなとこで買ったんですけど、そうこんな感じですね。ディオールのやつ新作のやつですよ、このうん結構つらめのついたやつの後につけちゃうから結構ラメ入っちゃってるんですけど、でもなんか結構プルプルになるしおすすめです。うん、あ、ファンで、そうだファンで教えてなかった、今日はね途中からやったんですけど、ファン、あのベースはこれです、アンプリチュードのベースで
ファンではこれそのアンプリチュードなんですけど、これ00番と20番を混ぜてます美容に興味を持ったきっかけ、あーでもね、なんか実は昔からなんか美容とか健康とか大好きだったんですけど、なんやろ、こういろんな、なんか若かったりとか何かな、そういう発信するとかいうのを知らなかったので、実はいろいろ試したりとかしてたんですけど、なかなかその美容が好きみたいなやつできてなかったんですけど、そうすごくなんか好きなので、こういっぱい知りたいし、教えてもらえることは教えてもらいたいので、ぜひ一緒に共有しましょう。あ、そう、ハイライトこれです。キャンメイクの05番、これはね、私はここです。シェーディングは本当にね、今日はやってないんですけど、このセザンヌのやつで縫い番でこうね、ポンポンってやってやったりとかしてます。うん、あ、ハイライト一緒。 YouTube ではなんかこういうなんかがっつりこう紹介するっていうのは分かんないですけど、こういう普段のメイクをどういうのしてるかなとか、試してみたいものとかはやりたいなっていう予定です。カラコンはしてないです。うん、ちょっと待ってください。はい、ただいまです。意外とプチプラ多くてなんか嬉しい。ああ、本当ですか、嬉しい。そう、なんかいろんなもの試したりとか、いろんなものやりながらいいものとか自分に合うもの見つけたいなと思うのでね。なんか美容って人がやってすごい合ってても自分には合わないとか、その逆も絶対あるじゃないですか。だからなんか一概には言えないんですけど、いいものはいいなみたいなの、こうね、できたらいいなと思うので。あ、9時になっちゃう。なんか残り時間出てるけど、じゃあ9時までにしようかな。すいません、今日なんか初めてインスタライブやったからつまんなかったかもしれないんですけど、あの、見てくださってありがとうございます。これから、まあ、またインスタライブもできたらいいなと思いますし、あとはなんか YouTube も自分のチャンネルがスタートするので、まあ、いつというのはまだ言えないんですけど、それも楽しみにしてくださってたら嬉しいです。あとは今、アベマ TV で、しくじり先生のお笑い研究部での配信になってるので、そちらもぜひ見てください。そう、面白いから。スクショタイムどうしようかな、しますか。なんか、あ、香水がすごい気になってる方がいるので、香水はクロエの香水使ってます。結構もう本当に 5本目ぐらいかもしれないですね、この10年でですけど。うん、あ、しくじり先生いつも楽しみです、ありがとうございます。じゃあ、あと30秒ぐらいかなまたやりますので、ぜひ見てください。じゃあ皆様健康に気をつけてはい、ご飯もいっぱい食べてくださいね。私も餃子焼いて、餃子焼かないと、この後焼きます。あ、未来モンスターも頑張りますねありがとうございました。バイバーイ。